よろしくお願いいたします。はい。今日は中国のゼロコロナ政策についてお話を伺いたいと思います。感染者数を世界と比べてみると、中国はかなり低い数字となっていますが、なぜ厳しくコロナ対策、ゼロコロナ対策という名前で行っているのでしょうか。先生、解説をお願いいたします。そうですね、100万人に対してですね、100万人あたり、感染者が何人いるかということ、これは公的な国連関係のから発表されているわけなんですが、アメリカで、やはりコロナの専門、疫病の専門、ジョン・ホプキンス大学というのがありますが、ここからもですね、発表になっているんですが、今この言われた100万人に対して、中国がですね、何人感染者数が何人いるかということを見ますと、9.3 人ですね、まあ、10人になってないんですよ、10人以下なんですね、9.3 人。それから日本はですね、非常に多くてですね、7763名ということで、まあ、10万名ぐらいなんですかね。それからアメリカなんですけども、アメリカはですね、1635名ということで、日本と比べるとですね、圧倒的に低い数になってるんですね。まあ、先進国の中で、一番低い、まあ、中国を除いてですが、低いところはですね、ユナイテッドキングダム、イギリスですね。イギリスはですね、424名ということになってますから、まあ、成績はですね、一番いいということが言えると思いますね。で、中国はですね、まあ、世界と比較してですね、全くいないにも等しいと。100万人で、たった10名足らず、9.3 名ということですから、もう成績から言ったらですね、もう抜群なんですね。1があって2、3、4、5、6、8、9、10がないというぐらいですね、ダントツで成績がいいわけです。その中国がですね、なぜ、上海、まあ今やっと解除になりましたけども、上海をの外出禁止ということ、北京も一部適用されてですね、外出禁止、その他ですね、この PCR 検査、これが義務付けられまして、これをですね、受けないと、まあ、何の生活活動ができないということでですね、まちまちで、この政府がこの PCR 検査をやる、これにですね、もう行列が何千人とか何万人の行列になりまして、今度はこの PCR 検査がずさんでですね、なんか途中でもうできなくなりましたみたいな話になってですね、住民の方は怒り狂ってるとかですね、デモになりかねないとこういうような状況にあるわけですね。これはまあ世界と比較して、まあ例えば日本と比較してもですね、異常な事態ですね。100万人に 9.3 名なんていうのは日本なんか夢に見てる数字ですね。それがですね、世界にも稀に見るような厳しいですね、規制をしているということはなぜかというふうに考えますと、何でもですね、常識では考えられないこと、あるいはですね、あっと驚くようなことが起きた場合はですね、必ずその裏に、隠された真実というものがあるものなんですよ。大体この世の中、そうみんながびっくりするようなことは普通は起きないんですね。起きないんじゃなくて、そういうものがですね、そういうものを起こす。起こすから起きるんであって、放っておけばですね、何もしなければそういうその驚くようなことは起きないのがまあ普通なんですね。まあ一般的な話ですが、まあこの中国のですね、
感染者100万人の中、100万人あたりですけども、の比較でですね、もう10人以下というですね、もう信じられないぐらいですね、成績がいいわけです。それがですね、信じられないぐらい厳しいコロナ対策を取っているわけです。さて、その理由は何でしょうかということなんですが、もうこれはもう完全にですね、政治的な意図が働いているというふうに考えざるを得ないでしょうね。自然ではない、おかしいということの裏には必ず政治的な意図、あるいは政治的な戦略、悪く言えば策略というものがあるわけなんです。じゃあ一体どういうことなのかと言いますと、今習近平政権、特に習近平国家主席にとって一番重要なことはですね、この秋10月にですね、開かれる党大会。まあ、党大会というのは5年に1回開かれるんですが、その5年に1回の党大会が今年の10月に開かれるわけですね。そしてその時にですね、今まで中国に歴史のないことなんですが、習近平国家主席が、三度、もう二度選ばれたわけなんですが、三度、その、選ばれるということが、まあ、今のところ予想されているわけなんです。それにはですね、まあ、目に見えないところでいろいろ反対をする、まあ、勢力もありまして、中国というのは権力国家ですから、すべて権力闘争というものが絶えないわけですね。で、一つの権力が他の権力を抑えてですね、政権、あるいは力をですね、つけても、どうしてもですね、その権力をすべて消し去るということはできないわけなんですよ。まあそういうことでですね、やはり習近平国家主席の足を引っ張る勢力というのもあるわけですね。まあ具体的に言うとですね、上海閥。上海というのは中国で最大のビジネス都市ですけども、ここで大きな力、影響力を持っているのが江沢民という前々のですね、国家主席なんですよ。で、目に見えるところ、見えないところでですね、この習近平と江沢民との戦い、争いというのはいろんなところに現れているんですが、まあ、習近平は江沢民の、まあ、息のかかったというか影響力のあるものは徹底的にですね、実際に汚職をしてようとしてなかろうとですね、全部その取り締まって、まあ、暗いところに出さないということをかなり厳しくやったわけなんですが、しかしながらまだ江沢民元国家主席には手が出ないわけですね。そういうわけで、やはり隠然たるその力というのがあるんです。まあ、どこの国でもそうですが、力の後ろには金があるわけです。ですから上海閥というものがですね、江沢民についている限り、習近平主席としてはですね、胸を張って、最高権力者になれないし、また今度の参戦もですね、決まっているもののですね、まだ喉に何かが突っかかっているということがあるわけです。ですから、この上海閥をこの完全に消してしまわないと、つまり金を断たないと、反対勢力に対してですね、十分対抗できない。反対勢力の金づるをですね、切ってしまうことによってですね、まあ、いわば安心して政権を維持できるということなんですね。ご存知の通り、上海は、このところ何ヶ月も厳しい規制で、ビジネスも死んだような状態で、いろんな映像が日本にも来ますけども、ビジネスセンターがですね、閑古鳥になってるとかですね、まあ、そういった映像がどんどん日本にも来てますけども、あれを見てもわかる通りですね、上海の機能、経済機能を止めてしまうということのためには、ゼロコロナというですね、中国にとっては不必要なことであってもですね、政策のナンバーワンに掲げてですね、そして、日夜コロナ対策に努めるということなんですね。裏にはやはり中国の政権争いというものが潜んでいるんだというふうに
私は見ております。増田先生ありがとうございます。はい、この番組では増田俊夫先生に質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信をお送りください。増田俊夫の高照かつ日本復興のためにでした。